クラブ風にちょっとプランクにトライする動画を撮ってみます。音声と画像ね、別撮りですね。胴回りが今93センチなんで、これはね、なんとか89センチにしたいなと思います。4センチなんですけども、プランクというのはね、かなり効くんですけども、肩、背中、お尻、足を一直線にするところがなかなか難しくって、腹筋に効くんですよね。さあ、これからね、まっすぐまっすぐやっていこうと意識してやってみようかと思います。画面切り替えます。どうぞ。先ほどお話したね、頭、肩、お尻、それから足、一直線するところはこれです。結構いい線で描けてますよね。で、プランクの腕もぐっとね、力強く結んでおります。もう始まってますからね、多分1分ぐらいやると思います。まあ、せいぜい私もね、1分ぐらいが限度ですから、このままちょっとね、見ていきましょう。もうすでにね、お尻のあたりから足がプルプルしていて、お腹がほら、震えてますね。これ、無意識にもうね、揺れてるんですよ。一直線にしよう、一直線にしようと思って意識してるんですけども、体の方がもう反応しちゃってるんですよね。これね、腹筋とかね、背筋とかもう本当に使われてる状態ですね。かなり緊張してます。これ、毎日やったらさすがに効きそうですよね。まあ私、プランクとあと、マウンテンクライマーとかいうやつですか。結構激しいやつをやってるんですけども、マウンテンに関しましてはね、足がかなり上の方に上がってきて、もう、支えにする両手の真ん中ぐらいまで来ましたよね。あ、プランクの方はかなりプルプルとやっております。なんか目をパシパシやってますね。苦しそうですね。はい。もうじき1分が過ぎようとしております。もうすぐですかね。はい。もう限界ですね。終わりました。すいません。1分を前に終わったみたいです。時計が鳴りませんので、根性効かないかもしれないですね。